骨の中を動くトルクだけは1度、こういう感じで根っこを倒してこないといけないんで、裂解するのってね、どういう時かって言ったら傾斜移動じゃないんですよ。どこも削らずにスペースを得ることができる可能性があります。はい、7番を動かします、6番を動かします、5番を動かします。52枚のアライナーを使ってこの出っ歯オーバージェットを直す、わかります、これ最後27から28トン回してる感じ、まっすぐダーッと引いてくるときはフログモーションをやっぱ考えますし、